モスタールトとは、ベルギー出身の伝道師、歴史学者。1906年から1925年にかけて、内モンゴル・オルドス地方において、伝道活動を行うかたわら、オルドスモンゴル人に対する研究を行ったことで、知られる。宣教師であったことから、モスタールト神父、モスタールト氏とも称される。1881年、ベルギー王国のブルッヘで生まれた。 中東教育期間中には、ラテン語、ギリシャ語を学び、その後、純真会に入り、聖職者となった。その後、中国語を学び、さらに、シュミット著、グラマティックデアモンゴリスカンシュプラッカと、モンゴル語訳新訳聖書を用いてモンゴル語学習も、始めた。1906年から1925年にかけて、モスタールトは、オルドス南部のボロバルガスの町で宣教師を行った。この間、 モスタールトは、宣教師活動の傍らオレドスモンゴル語の研究も行い、モンゴル語辞書の編纂も行った。また、この頃カトリック系作品を中国語から、モンゴル語に翻訳する作業も行っている。モスタールトは、モンゴルで、ティエンバクシあるいはノムンバクシティエンと呼ばれていたが、これは、モスタールトが、電気ヨシハという中国語名を名乗っていたことに、由来する。 1925年から1948年にかけてモスタールトは北京に居住し、そこで学術活動に専念した。1948年にモスタールトはアメリカ合衆国に移住し、1965年にベルギーに引退するまで住み続けた。ベルギーに帰国後、モスタールトは1971年にブルフヘで亡くなった。モスタールトのモンゴル研究は、 言語学から始まって民族学、歴史学にまで及び、後世のモンゴル研究に多大な影響を与えた。ニコラス・ポッペは、モスタールトのことを、モンゴル研究の分野で最も優れた学者と称賛している。モスタールトの主な弟子には、北元明朝関係の研究に功績を挙げたヘンリー・セロイスらがいる。モスタールト所蔵の書籍や思考は現在、 ベルギーのルーベンに位置する州とメモリアルライブラリーで保管されている。また、解約語に関する研究書は、モスタールとの生前に出版されることがなかったが、死後にイゴールで霊中遺留によって1977年に出版されている。ありがとうございます。